それでは次回4月16日火曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は桜満開宣長祭り室伏広治スポーツ庁長官を表敬訪問などご覧の内容でお送りします。この後20分からは4月のハッピーバースデー、25分からはハルルクッキング、30分からの特集コーナーは教えて孫育てを放送します。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼いたします。